この通りめっちゃでかいよね。ねえ、すごいでかいよね。見てください、この大きな素晴らしい鳥居を。街中にね、こんなでかい鳥居、ね、こんな大きいところがね、すぐわかる、ね、うん、すぐわかる。こんにちは、栃木市背番号14番西谷裕貴です。背番号16番榊翔太です。皆さんが宇都宮に来てくれる日に向けて、栃木市のホームタウン宇都宮市の魅力をお伝えします。今日は宇都宮駅から徒歩10分二荒山神社をご紹介します。去年はね、ここで必勝祈願をやったんですよ、ね、今年の最初でしょ。今年の最初も去年も毎年ここでいつも必勝祈願と、ね、ファン感謝祭とね、やってるのね。ここでいつもやってます。いつもやってます。上がってく上がってく。この門にね、門に乗ってくる。お辞儀をして入ります。失礼します。だからまあ手洗って本当はこうやって左手で口洗うんだけど、うん、今つけてるからできないから手だけしっかり清めてから行きましょう。はい、これね、俺の豆知識だけど、うん、この獅子舞にまず挨拶した方がいいらしい。どっちからとかあるの？どっちからかはないけど、うん、なんか挨拶して、うん、でそこから神様に行くのがいい。じゃあ挨拶しよう。挨拶しましょう。じゃあお辞儀して自己紹介して。二礼二拍手一礼。うん、あっちにもね、確かね、稲荷神社とかあったんだよね。ああ、奥にね。そっちが？うん。行く？ちょっと、見てくる？皆さんにご紹介しましょう。稲荷はね、狐のね、狐がこう祀られてる。はい。じゃあ次はおみくじを引いてみたいと思います。イエイ。こんにちは。こんにちは。おみくじを引きたいんですけども、はい、しっかりアルコール除菌しましょう。やってね、しっかりとね。これどれが人気なんですか？やっぱ餃子ですよね。餃子にする。餃子、じゃあ2つ買いましょう。いただきます。おお、いいじゃん。さあ、吉です。吉。内容は、パッと明るく目先が開けてこれから先の見通しが立つ時です。思い残しがないように存分に活躍しましょう。今シーズンラストね。うん、カードかけて。じゃあ開けたいと思います。小吉ですね。一気盛んな時、むしろ全てに勢いが強すぎるのが難点。力任せに推し進むと、ともすれば失敗を招く恐れがありますので、ご用心に。あまり調子の良い大きな話は警戒せよ、だそうです。勇み足しないように、しっかり地に足つけて、うん、ここは裏道でね、すごく綺麗なんだよね。最初ステージからさ、戻るときとか、そう、戻るときこっち通ってきたりとかしてね。鳥居がさ、うん、すっごいでかいからすぐ分かるよね、うん、通ったらね。めっちゃでかいなって。ちょ、お腹すいたんだけど。お腹すいた、うん、じゃあもうおでんでも食べに行きますか。
美味しいおでん屋さん。美味しいおでん屋さん知ってるんでね。じゃあついてきてください。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。では、ここ？そう、ここ。おでん、種市本店。ここね、必勝祈願の時とかもね、お世話になってね。お世話になってね。ここね。じゃあ、こんにちは。宇都宮おでん種市本店です、宇都宮で、17年おでんを、やっております。で、日野町に来てからは1年なんですが、地域の皆様に愛されるおでんを目指して、日々頑張っております。当店のおすすめは、おでん、焼き鳥、刺身がメインとなっております。皆様のご来店心よりお待ち申し上げております。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。すごい、めっちゃ美味しそう。じゃあいただきます。めっちゃうまい。え、すごい食べやすい。美味しそう。うん、コリコリって、うまい。すごいね、刺身とかも出てる。うん、すごいね。これはこの赤身からいただきます。美味しそう。いただきます。うまい。うん、やばい。うん、すごい美味しい。全部うまい。全部うまい。うん。最高。焼き鳥も美味しいし、めちゃくちゃうまい。お刺身も美味しいし、最高だな。でこれプラスまたおでんがあるでしょ。最高じゃん。え、これ地酒もあるんじゃん。地酒？うん。しかもすごいいっぱいある。あれある、マシコとか。マシコあるし、その場所場所である、うん、宇都宮も、しかも全部栃木県のやつ。種類めちゃくちゃ多くない？うん、うわー、めっちゃうまそう。超うまそうね。これたち卵から、卵いきます。はい、いただきます。大丈夫かな。ダチョウクラブみたいになんないかな。熱い。うん、めっちゃ美味しい。うん、絶対うまいから。いただきます。めっちゃとかうまいわ。うん、やっぱね、味染みてるからね。じゃあ俺も行かせていただきます。西屋の大好物、おでんの大根です。一番好きな具材ですね。いただきます。大根好きなの？大根一番好き。あ、めっちゃ美味しい。うまい。うん、そう、うん、いや全部うまい、本当に。うん、うまい以外の言葉見つからないと。なんボキャブラリーがね。いやでも本当にうまい。皆さんもぜひ来てください。まあね、こういう連戦続いてね、うん、でもこうやって二荒山神社とかさ行って、そうだね、なんかプレッシャーとかやっぱさ、こういろいろね、緊張感とかある中でやって、やっぱこう神社とかってすごくね、心が落ち着くし、うん、でこういうね、おでんとか食べて栄養もらってね、栄養もらってね、すっげーリフレッシュできたね。すごいね、いいリフレッシュの仕方だと本当に思います。俺やっぱりね、疲れてくるとやっぱ神社行きたいって思うし、うん、だから連戦の時こそ
結構やっぱ休みの日とかね、神社とか行ったりするしね。本当に良かったよね、うん、で神社の後にね、こうやってあったかい場所うまいもんね、あったかいね、もう食べて最高だな、うん、そうね、こっからパワーもらってね、栄養あるもの食べて、またラスト頑張っていこう、頑張っていきましょう。今日は宇都宮の中心地にある二荒山神社と種市本店さんをご紹介しました。次回は誰がどこに行くのかお楽しみに。皆さんにスタジアムで会える 日を楽しみにしております。ありがとうございました。せーの、キープムービングフォワード。どうがいいの、こう。